はい、アキラソースです。本日は F124、新発売ということで、早速 F124 でやるキャリアの、ちょっと元データをね作っていきたいなと思います。今回ですね、そのキャリアに新しい要素がありまして、ドライバーキャリアということで、まあ、既存ドライバーを選んでそのドライバーになりきってキャリアを形成できるというモードが新しくなったんですけど、まあ、実際それ自体には私はあんまり興味はないんですが、オリジナルキャラクター作って自分のチーム作ってっていうマイチームキャリアの方を、まあね、ずっとメインでやっていたんですけど、ちょっと今回そっちのドライバーキャリア側の方にだけ新要素が入りまして、ドライバーレーティングをこう自分で結果を出しながら育てていくとかですね、マシンの開発とかなんかそういうのにもね、パラメーターがこう関与して開発が進んでいくのも、まあそういうのに関連してくるとか、契約もですね、チームの契約とも、まあ目標を達成したらまあいいけど、まあ達成しなかったらちょっと良くなくなるよみたいなのが、なんかその周りがこうだいぶ細かくなりまして、で、最速配信の時にもね、一旦その周りを見たんですけども、どうもやっぱマイチームだともう従来通り、の、あれ、全く変わらなかったんで、その辺の追加要素がないので、丸々。どう考えても今回はドライバーキャリアの方がその新要素を試せてちょっと面白そうだなというのがあるので、今回ね、ドライバーキャリアでね、やりたいんですよね。ただそうすると、もうマイチームという概念がちょっとなくなっちゃうので、もう既存10チームの中のどっかの、まあ、ドライバーになる。RB の、カラーリング自体をやってもたすカラーに置き換えて、ドライバースーツとかも置き換えてしまえば、まあ RB なんだけど、まあ冠スポンサーで全カラーリングの権限掌握したっていう体でね、やってもたす的な今までの感じに近いような、キャリアでできるんじゃないかなっていう見た目だけね、っていうのがあるので、ちょっと今回はそういう形で、ちょっとやっていきたいなと思います。で、ちょっとね、ハンコン、壊れてた影響で、1日2日時間があったんで、カラーリングの置き換えがね、なんとなくできたんで、ちょっと完全に、できてないんですけど、未完成なんですけど、まあまあ、雰囲気的にいいかっていうぐらいはできたので、とりあえず暫定ですが、それでね、進めていこうかなと思います。ということで、とりあえずこれはドライバーキャリアを選んでいきます。で、これね、F2 からもやってみたいんですけど、やってみたいんですけど、ちょっと今回は普通に F1 スタートということで、初期シーズンはまあフルシーズンでやりましょう。で、これはちょっとカスタムでいろいろ見ておきましょう。アシストはエリート基本でやっていきます。難易度は、ちょっととりあえずわからないんですけど、ちょっとまだね、まだハンコン、今日現在壊れたままなので、まだ全然ハンコンで走れてないんでわかんないんですけど、まあ、とりあえず、前作がもう100固定でやり始めていたので、アシスト全オフの AI100 をベースでやっていきたいなと思います。ウィークエンドストラクチャー、プラクティス、フル、ワンショットではなく、フル、50% なんでロングですね。はい。天候、いや、正確ではなく、不安定にするか。なんかこういうランダム要素を持たせた方が面白いですもんね。まあ、いつもジェフの天気予報はね、正確じゃないし。これ正確にするとジェフが正確になっちゃうってことですよね。じゃあまあ不安定にしときましょう。確実ではないと。イレギュラーを持たせましょう。で、キャリア設定、ドライバー移籍オン、開発オン、リソースレート、プレイヤー、デフォルト。まあいいか。故障の頻度。まあ、故障はある程度するスタンダード。ただ故障タイプ。高いとテクニカルトラブル有効、メカニカルトラブル有効。スタンダードだとテクニカルトラブル有効、メカニカルトラブルはなし。低だとテクニカルトラブル有効、軽くなります。メカニカルトラブルは無効になります。なんかテクニカルもメカニカルもそれなりに起こってほしいですけど、まあ、頻度は、まあ、スタンダードじゃなくて手とかの方がいいのかな、どうだろう。あ、スタンダード、手、オフ、これ3段階、こうがあるわけじゃないですね。低いか普通かみたいな。高いはないか、さすがに。レースにならんかもしれないですもんね。スタンダードがこれ何パーセントかですよね。そういえば、直近のキャリアなんか全然起きなかったんですけど、あれなんかいじったっけね。いや、いじってないと思うんですよね。とりあえず初回どんなもんか、普通と、まあ、全部起きますっていうやつで、ちょっとやっていきたいと思います。
ルールとフラッグ。さあこれショートカットどうしましょうかね。ちょっとね、ずっと厳格でやってた時期もあるけど、リアルがゆるゆるだったんで、もうこれ標準の方がリアルに近くないと思って標準にしてたんですけど、ここ 1,2 年逆にリアルがね、あのゲームに寄せてきてめちゃめちゃ厳格になってきたんで、そういう意味ではもうそろそろ厳格でやり始めた方がいいかなという気はするんですよね。多分しばらくペナっちゃうと思うんですけど、ちょっとこれを機に一旦久々に厳格にしてみますか。ちょっとだいぶレースだと多分3秒ペナとか多分ね、絶対食らってるなっていう自覚はあるんですよ。まあね、AI100 よりもほぼほぼ到達しかけてるというところなのもあるので、ちょっとこの辺も改めて、ちょっとね、厳しめに、より完璧なアシスト全オフ AI100 を目指すために、ちょっと厳格にやってみましょうか。ルークフェルメオン、ピットストップ体験、シミュレーション、セーフティーか、まあ、スタンダードでいいですかね。上昇スタンダード軽減オフなんで、まあ、普通。セーフティーカータイム、タイプシミュレーションですね。フォーメーションラップはオン。フォーメーションラップ経験。経験？ああ、ブロードキャストのあのテレビのやつでやるするか。まあ、これはシミュレーションでしょう。赤旗。オフ軽減スタンダード情報、まあスタンダードですかね。まあ基本的には普通でやっていきましょう。でシミュレーション設定、リカバリーモード、オートリカバリーとかあるんですか。あ、なんだ、コース外に行ってしまうとか。なるほど。まあここの制限はしないけど、ちょっとまだフラッシュバックを使うときは使っちゃったりするかもしれないですけど、表面タイプリアルか簡易、まあリアル、低燃費モードイージーハード、まあ、燃費なくなることないですけどね。まあ、ハードにしときますか。レーススタート。マニュアルアシストあり、マニュアル。タイヤ温度。表面と内部。ピットレーン、タイヤシミュレート。まあ、オン。マシンダメージ。さあ、これも今ずっと軽減状態なんですよね。さあ、これをどうするかですね。あ、でもそうか。軽減だと、パンク起きないんですよね、確か。フロントウィングのみにダメージ。タイヤ摩耗でのみダメージを受けます。スタンダード、すべての部位にダメージ。タイヤ摩耗でのみダメージを受けます。一部ダメージはピットで修復可能です。シミュレーション、すべてのダメージ。ダメージによるハンドリングやパフォーマンスへの影響がより大きくなります。タイヤ摩耗およびバリアや破片、あ、そうか。デブリ踏んでパンクするとかいうのはシミュレーションもあるんですよね。いや、これを機にスタンダードにしてしまいますか。まあでもちょっと今回でいきなりね、コースのあれも厳格にしたり、マシンダメージもスタンダードにしたりで、ちょっと上げ目にする、しまくるのもちょっといきなり難しくなっちゃうかなという気もするけど、ちょっと一回ちょっとやってみますか。まあこの辺はね、すぐ変えられるので。確率、減少、あ、でもそっか、マシンダメージをそう軽減にすると、まあ、今までね、あんまり、この発生確率とこれが分かれてなかった部分もあった気がするんですけど、ちょっと、でも前作はもう分かれてたかな。全部壊れるけど、今までね、フロントウィングしか壊れない設定になってたんで、そういう意味で言うと、全部の箇所が壊れるんだけど、この確率は減少、まあ、軽減のあれにしとくっていうのでもいいか。まあでも一旦スタンダードがどのぐらいのコツコツさで壊れるかっていう感覚もちょっと養っておいた方がいいと思うので、一旦ちょっと今までよりもね、多分今までちょっと小づいた感じのやつが今までは救われたけど、これにすると薄黄緑ぐらいは壊れるんだみたいなことはちょっとあり得ると思うんですけど、ちょっとその感覚をどのぐらいのあれなのか、最近ちょっとフロントウィング強えなって思うことが多いので鋼のフロントウィングだなと思うことがやっぱ軽減の時あったんで、ちょっと進歩しましょうか。で、接触オンですね。はい。あ、これ最初のラップのみオフとかあるんですね。あ、知らんかった。いつの間に。で、あ、まあこの辺は置いといて。よし。あ、これで設定完了ですね。で、カスタムドライバー。カーナンバー。本当は23がいいんですけど、ないんで、21でいいか。これ最初1個しかないですね。
く。イエス、やったみんな、こうでなくちゃ。ちょっと違うけどな。これあれがいいな、三鷹コラーがいい。某牧野寺の三鷹コラーがいいです。キャリアアイデンティティ、あ、アカデミー。アカデミーを選ぶと関連チームでの認知度が改善され、マシン開発に対する発言力が高まります。ほう、ってことはこれナンシーよりかはアカデミーに所属しとる方がいいってことですよね。ってなると、あ、ほら、カラーリングがもうすでに置き換わってますね、うちのあのやってモータース。RB なんだけど、あのビザキャッシュ APP やってモータースみたいな感じ、冠スポンサーの手で、あのカラーリングの自由度うちだけになってます。さあ、それで進む。あなたができる限り最高の契約、このがこれの反対、認知度とはチーム内の研究家。さあ、ということで、さあ、我がやってモータース、まあさすがにこのテキストは多分、まあどうにかこうにかファイルの中身変えたらテキストすらもやってモータース変えられるのかもしれないんですけど、ちょっとさすがにそこ探せないんで分かんないんで、ちょっとカラーリングだけ、うちの感じにやりました。ということで、ビザキャッシュ APPRBF1 チームを、まあ、買収じゃないんですけど、まあ、冠スポンサーの体で、カラーを変更してこれでやっていきたいなと思います。さて、誰とチームを組みたい、ね、で、チームメイトはもちろん、ツノッチを選びます。さあ、やってモータースのスーツを着ていただきました。よし。じゃあ、これでやっていきましょう。いよいよ本番ね。待たせて悪かったわ。こういう堅苦しいビジネスって個人的には息苦しくなって、私はあまり好きじゃないのよね。それよりも、いや、これでも結構ワクワクしてるわ。じゃ、いい？本題に入るわよ。さて、何を話したいかわかる？グッズや肖像権なんてものの話はとりあえず置いといて、お偉いさんたちが望んでいるのはシーズンを通して挑戦し続けることでチームメイトを完全に支配しレースレジェンドになること。わかったわね。じゃあ期待してるわ。さあ、契約の時間よ。チームはあなたのキャリア向上を期待しているし、私も期待してる。チームとの契約上の目標を送るから、両者が進捗状況をトラッキングできるわ。最上部にあなたの現在の総合レーティングが表示される。これは契約目標を設定するのに使用される値よ。これを向上させるために、ベースでこれを育てていくってことですね。上げていく、レベルを上げるみたいな。あなたの現在のレーティングはスタートポイントとして使用されてる。このスライダーを動かして次期シーズンの目標を設定しましょう。より高い目標には各レースウィークエンドでコンスタントにいい成績を残す必要があるけど、サインした際に獲得できる認知度も上がるわ。ここにはチームでの認知度が表示される。さあ、45対55。自分で設定した目標が高いほどサインした際の認知度も高くなる。認知度が高いということはマシンもよりアップグレードさせられるってこと。そしてアップグレードしているほど早く走れるわ。やることは分かるね。ということは認知度が高い方がアップグレードが多いってことか。認知度ボーナスを失うから身の丈に合わない。ファーストドライバーってことね。契約には基本情報に加え契約期間となるシーズン数が表示されるわ。今シーズンが終わるとより長期の契約オファーが来るかもしれない。チームがあなたを必要だと思ったらね。より長期の契約はサインをした際に追加認知度ボーナスを与えてくれる。他にもいくつか確認が必要な点はあるけど、あなたが落ち着くまでひとまず置いておきましょう。期間の決定はあなたに委ねるわ。
さあ、ということで、目標レーティングを設定となりますが、これ最初の初回の最速プレイの時に、これ途中でね、全然変えれるんですよね。ただ変える際は下方修正しかできないので、これ最初はね、高めにしといた方がおそらくいいんですよね。そうじゃないとシーズン丸々1年ずっと低い目標のまま変えられないでぬるいまんまでしたみたいな、効率的にパラメータを上げられませんでしたってなるので、これ多分最初に高いのにしといて、きつすぎたら下げるっていうぐらいでちょうどいいと思うので、一旦上げておきましょう。で、これツノッチが普通に81ぐらいでしたよね。これでもまあ今これスタート値がプラス10までしか多分選べないんですよね。65スタートだからマックスで75しか選べないんで、とりあえず選んどこう。よし、それではこれでサインします。サイン完了。これで2024年のフォーミュラー1グリッドに参加できたわ。最高ね。さあ、目標を突破しに行くわよ。また後で会いましょう。今シーズン初のレースの準備をする前にいくつか確認しましょう。キャリアを通して多くの重要あ、ここはいいか。さあ、ということでちょっと今飛ばしちゃいましたが、まあこの辺はね、最速配信でも見たし、あ、ちょっと待って、今思ったんですけど、これチーム代表ローラン・メキースっているじゃないですか。これハースで始めたら、ここ小松さん出てたってこと？出てるってことよね。小松ハース買収してやってモーターズにするでもよかったな。まあいいか。よし、ということで、ライバルはユキ・ツノダ。で、上のあれを見ていきましょう。スペシャリストたちはパートタイムで私たちと共に働き、ちょっと F1 マネージャーみたいなね、要素が増えてます。してくれるエキスパートのチーム。彼らはあなたにレースウィークエンドごとの目標を与えてくれるわ。毎週目標をね、スペシャリストと定めるらしい。レベルが上がるの。このレベルが上がると彼らの研究開発エリアを向上させるボーナスが手に入るわよ。ここで。で、製造エキスパート。自分の次のとりあえず、今回の目標はレースウィークエンドを完了するか、セッション参加またはスキップシミュレーションする。まあ、どっちも結局同じですよね。完了させる。まあ、とりあえず完了するでいいか。レース前は選択した目標を見たり表示した。で、戻る。このアイコンはあなたのメインスペシャル。で、達成すると経験値がいっぱいもらえますと。で、フードパワーユニットこの辺も全部まだスペシャリスト使用不可。これはどんどんアンロックされていくっぽいので、今回は製造エキスパートのみですね。契約ハブへようこそ。ここではあなたの現在の契約と契約に関する全ての、まあ、目標達成状態と、まあ、シートを保持できるレベルが60を下回るとおそらく解雇ということなので、ここには認知度の情報があるわ。あなたと現在の契約目標を確認し、契約の見直しもできるんですが、まだあれなので、よし。で、次ここ一緒なんですよね。さあ、ポイント、あ、まだポイントが全然ないので、まだあんまできないですね。各部門では、さあ、ちょっとまだ何もできません。変わらないと。これはあなたの A キャリアを通してレーティング各ライで、今回、ライバル1人だけじゃなくて、チャンピオンシップのライバルとかドライバーレーティングのライバルとか最大3人までね、ライバルがいるらしいんで、ちょっとそこも新しいとこですね。このグラフにはあなたの最後に左側からドライバーを選択するとレーティング、さあ、ツノッチレート80なので全てにおいて分けております。当然だけど、
よし、それでは一旦進めますか。もうできることが今ない。あ、新シーズングリッド公開。よし、写真撮りましょう。あ、ちょっと BGM オフにしてるんであんまり味気ないかもしれないですけど配信対策なんで。RB が消えてやってモータースに切り替わっております。いや、いるんですけどね。カラーリング全権自由度を冠スポンサーの体で手に入れたという体になってます。なんか一瞬で終わりました。さあ、ということでとりあえず進めましょうか。ちょっとですね、シャツの置き換えの場所が分からなかったので、ちょっとチームシャツ、クルーのシャツがね、ちょっとまだそのままです。そのうちやってモータースシャツに置き換えたいんですけど、ちょっとファイルの場所が特定まだできませんでした。なんかどこにあるのか分かんなくて、まあ、そのうち分かったら置き換えます。はい、ということで、今回キャリアモードの初回の、まあ、新マシンというか、まあ、マイチームじゃないんでね、まあ、既存ドライバーキャリアなんですけど、まあ、今シーズン F1 女子のキャリアモードシーズン21に関しては、既存のマイチームモードではなくて、ちょっと今回はドライバーキャリア側の方を使うんだけど、新規チームではなくて既存チームの冠スポンサーになってカラーリングの全権を掌握したという体で、ちょっとね、RB チームの、まあ、買収じゃないですけどね、そんな感じで、の体でやっていきたいなと思います。なので、オーナードライバーではなくなる設定になりますので、成績が悪ければ解雇されるしみたいな、まあ、移籍もするかもしれないけど多分しないですね。やっぱカラーリングでうちの車で走りたいんでなので、RB を成長させていくしかないです。ただこれちょっとね、初回これちょっとおかしいですよね。まあ、アップデで変わるかもしれないんですけど、でも一回キャリア始めちゃうと、アップデで途中で変わること多分あんまないんで、まあ、下からのスタートということで、ちょっと最初、すごい苦戦しそうですね。なので、そういう意味で言うと、AI100 は最初はこの戦力の低さ分があるので、ちょっときついんで、95とかでやった方がいいのかもしれないんですけど、まあまあ、そこは、まあ、ちょっと今ね、ハンコンが壊れてて、まだできないので、もうすぐね、交換品、アダプターが壊れたんですけど、もうすぐ交換品来るんで、機次第、開始していきたいなと思います。ということで、今期はこんな感じでやっていきます。という事前の動画でした。ということで、次戦から、まだね、試走行もできてないんですけど、こんな折り次第、動画もしくはライブでね、やっていきたいと思いますので、また次回よろしくお願いします。それでは、またね。